日本埼玉県埼玉市見沼区フットノ風渡りのは埼玉県埼玉市見沼区の大技。本校ではその前身の北足立群風渡りの村についても記す。郵便番号は337-0017。埼玉市見沼区東部の主に大宮第地上に位置し、七里地区中心部の一角をなす。東で東宮下及び東門前に西で蓮沼及び堀崎町に 南で東門前に、北で、小深作に接する。見沼大洋水島園の直下には活断層の、綾瀬川断層が存在することで知られている。この見沼大洋水周辺の定地は埋め立てられて、宅地に造成されている。東西に、東部の田線と埼玉県道2号埼玉春日部線が、横断、南北に、埼玉県道322号東門前、蓮田線が縦断する。 埼玉県道2号埼玉春日部線北側の風の湖第二公園付近に東門前の飛び地が存在する。東部の打線七里駅や大宮東警察署があり、住宅や店舗が並ぶ。国土交通省地下工事かつては武蔵区に足立軍南部領、古くは中世末期頃より存在した風渡りの郷に属していたという。江戸時代初期、東村から門前村、 宮下村、新堤村の3村が分村した。村高は、昭法年間の、武蔵国伝園坊では339国余り、元禄号町では、分村により減少し161国余り、天保号町では162国余りであった。スケ号は、日光成海街道大門宿に出役していたが、法歴年間は、中仙道大宮宿にも、大出役していた。 火星期の世帯数は37件で、村の規模は東西4町、南北8町であった。女性期の古語ホトであり、大地に挟まれた、この地域が女性期を連想させるからだと言われる。2017年9月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。